韓国さん、後半アディショナルタイムの相手のオンボールでヨルダンにギリギリ引き分け。韓国引き分けか。韓国も首位通過怪しくなったな。韓国も1点返すのが精一杯だったな。放り込み作戦もなかった。韓国決めれそうやったのに外したの論題。韓国も日本も2通過みたいなお笑いある。韓国は追いついて御の字だろう。しかし主力の体力消耗半端ない。韓国逆転あるかと思ったが、思ったより攻撃のチャンスなかった。韓国もヨルダンも1回戦日本と当たるの避けようとしててくさ。韓国は最終戦を他の組の結果見ながら戦える感じかな。韓国とヨルダンは引き分けか。日本も昔アジアカップかワールドカップ予選どっちか忘れたけど、ヨルダンに苦戦した記憶あるし、やっぱ中東勢も力つけてきてるんやろうな。韓国このまま引き分けでもヨルダンの方が得失点差に上回ってるし、3戦目次第では2位通過全然合うね。日本はヨルダンの方がやりにくい気がする。観客は中東寄りだし、韓国は良くも悪くもソン・フンミン次第だから対策立てやすいかも。大混戦になってきたな。